朗報、三笘薫がボール持ちとスタジアム枠の気持ちいい、わらわら。ゴール以外に見せ場あったん。PK 獲得のドリブル、前半は PK 獲得くらいやけど、後半は何回も好機演出してたぜ。三笘がボール持つとスタジアム湧くの草。自己投影して気持ちよくなってて草、気持ちいいな。またやってしまったんですか。今までなかったパターンのゴールやった。公式モムに輝いた模様。高速ドリブラーから急に古橋みたいなプレイしだした。最後交代するときにらしいドリブルしてたけど。今日の相手に点取れないと思うプレミア無理やろ。うん、ドリブルが通用してねえからな。言うほどドリブルが通用してた日本人選手他にいるか。むしろウェストハムが下位に低迷してる理由がわかる試合。三笘対策すらできないくらいガタガタってことやからな。それじゃあウェストハムに勝てなかったチェルシーが弱いみたいじゃん。全然話題になってないが、一応この試合のゴールで日本人プレミア歴代最多ゴールタイだな。他の日本人がゴール。すごい。おめでとう、三笘がゴール。ドリブルは？ドリブル通用してないの？オワコン、さすがにかわいそうだろ。夜中ぼんやり見てたけどブライトンクソ強いやんけ。ウエストハムってそこそこ名門ちゃうんか。三笘すごい。俺すごい。